はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のおめでとう100回の大輔お兄さん、たくみお姉さんバージョンについてですね。作詞は日暮さん、作曲は澤田さんとなっていますね。この曲、お正月なんかの定番曲となっている気がしますね。最近は毎年おめでとう100回をお正月番組で聴いているような気がしますね。たくみお姉さんの格好もとても可愛いですよね。あつこお姉さんはあまりこういう感じの格好をしないんですが、キャラクター設定なんでしょうかね。はい、今日はお母さんと一緒のおめでとう100回についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。